どうしたのお稲荷今ご飯作ってるからね、待っててよはい、お待たせしました。はい、お座りしてください。はい、おはようございます。はい、柴犬のお稲荷です。さあ、お稲荷くんお待ちかねの朝ごはんの時間です。はい、今日はこんな感じ。昨日の夜食べた同じイノシシさんとか、灰とか入ってます。あとは詳しくは概要欄に載せておきますので参考になさってください。これはもう混ぜちゃったんですけど、綺麗に盛り付けた状態のお写真は柴犬アンダーバーお稲荷のインスタグラムの方にも載せておりますので、ぜひ見てみてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということでお稲荷くんお腹空いたね。もうさっきからできてるのは分かってて、ちょっと今常温に戻してたんですよね。そう、私が洗濯物干したりとかしてちょっと放っておいたので、もうお待ちかねな感じです。さあ、お稲荷くん伏せあ、触っちゃった。もう一回伏せ。座れ。立って。座れ。立って。混乱してんの？混乱しちゃったの？はい、もう一回座れ。さあ。立って。座れ。立って座れ真剣ですね、お顔が真剣。いいよ稲荷くん、よし。あ、お水用意してなかったね。よいしょ。はい、お水を用意してね。はいごくって、うん、どうしてもね、ワンちゃんは丸飲みしちゃうので、お肉をどれぐらいに切ればいいのかなっていうのはね、ちょっと迷いどころなんですけどおいしい、うん。すごい、すごい食欲ね。うん。これはお稲荷の好きな豆苗です。3回目なんだよ、お稲荷生えてきたの。すごいよね。3回も生えてくるんだね、豆苗ね。おいしい、おいしい。夢中に一心不乱に食べますので、あっという間になくなっちゃうんだけどね。うん。はい、今日も綺麗に舐めております。はい、お水ね。ハホって食べるから空気も一緒に食べちゃってんだよ、おいなり。かわいい、この感じかわいいね。
美味しかった。はい、お座りしてください。はい、美味しかった。美味しかった人、美味しかった、あれ美味しかったそっか、ゲップしないとね。美味しかったですか。イエーイ、よかったね、ね。はい、ということでお祈りくんの朝ごはんでした。皆さん今日も良き日をお過ごしください。柴犬お稲荷チャンネル登録とかいいねとかよろしくお願いします。それでは皆さんまたねーって、お稲荷皆さんにさようならしてください。さようなら、さようなら。